イブン・バウアーブによるクルアンの装飾写本。ヒジュラ歴391年制作をバグダード。想定。イブン・バウアーブは、10世紀後半から11世紀前半に、かけて、バグダードで、装飾写本の制作に従事した筆行者、造本職人。中世イスラーム世界を代表する、濃筆家、三筆の一人にその名が挙げられる。イブン・スイトリーとも呼ばれる。 イブン・バウアーブあるいは、イブン・スイトリーのナサブで呼ばれることの多い。この人物の名前は、イスムがアリーブン・ヒラール・ブン・アブドゥル・アジーズといい、クンヤがアブル・ハサンという。なお、イブン・アール・ボワブのカナ表記については、アラビア語の発音規則を反映させるか、定冠詞と後続の名詞の分かち書きをするか、定冠詞の表記を省略するかなどのスタイルの違いにより、イブン・アール・イコール・バウアーブ、 イブヌルバウアーブ、イブイコールルイコールバウアーブ、イブンバウアーブなどの表記揺れがある。また、イブンアルシトリにも、イブンアイコールスイトリー、イブヌスイトリー、シトリー、イブイコールイコールスイトリー、シトリー、イブンスイトリー、シトリーなどの表記揺れがある。イブンバウアーブは、父親の職業に由来する通りなと解されている。バウアーブは、アラビア語で、門番を意味するため、イブンバウアーブは、 文字通りには、門番の息子を意味し、そのため、イブンバウワーブは貧しい家に生まれたものと推測されている。にもかかわらず高度な教育を受け、イスラーム法学に通じ、クルアーンの暗証もできた。佐藤次高が指摘するところによると、中世イスラーム社会は、生まれた身分が低く、たとえ奴隷であっても、本人に才能があれば活躍できる社会であった。 イブン・バウアーブによるクルアンの装飾写本。ヒジュラ歴391年制作オバグダード。右ページ上から3分の1のあたりから夜章が始まり、左ページから朝章が記載されている。イブン・バウアーブは、イブン・ムクラの弟子の一人、ムハンマド・ブン・アサドに影響を受けて、カリグラフィーに興味を持った。そして、ムハンマド・ブン・サム・サマーニーの下で修行した。 サムサマーニーもやはり、イブン・ムクラの弟子の一人である。イブン・バウアーブは、クルアーム写本を生涯で64セット作成した。そのうちの1セットが現存しており、装飾の施された1000ページ余りが、ダブリンのチェスター・ビーティ図書館に置いて見ることができる。イブン・バウアーブが後の世に及ぼした重要性は、アラビア書道の発展への寄与にあると考えられる。彼の書は、 イブン・ムクラの弟子たちの影響を受けている。彼はイブン・ムクラのアイデアに芸術的要素を吹き込むことで金星の取れた書法を完成させた。イブン・マウアーブは当時存在したあらゆる書法を扱ったが、その中でもとりわけナスフ・カラガトム・八角体の書法が高く評価されている。彼の流派は没後も13世紀まで続いた。ありがとうございます。